本当にね、注意しないとね、横からも前からもバンバンバイクが来るからね。避けないと、本当にすぐ引かれちゃう。ああ、うわ、これとかなんかもう冷蔵庫とかあるわけじゃないけど。そう、これね、買える。買える？オーマイガー！これスパイル！Welcome to プラネットオブフー！ イエーイ！ MC のアメスケです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、ちょっと、スペシャル企画としてですね、こちらをやります。マメスケのこれをやってみたーい！2022年も幕を開けましたけどね、まあ、今年1年もいろいろね、私企画考えてます。ただし企画考えてるんですけど、皆さんそれぞれできんのか、ネタ持ってんのか、これ盛り上がんのかってやっぱ分かんないなと思ってて、そこでですね、今日はまあ皆さんにトークしながら盛り上がるのかどうか、まあこれ実験的に今日試すことで、あ、この企画はボツにした方がいいな、これはあネタとして成立するなというのをいろいろ試してみたいと思います。まず最初にやりたいマメスケの企画はこちら、かなこさんのタイの市場レポート。これはですね、もう前からやりたかったんですけど、まあただコロナの状況があるんでなかなかちょっと市場に行きづらいっていうのもあるんですけど、かなこさんがね帰国する前にですね、ぜひタイの市場をレポートする、それをこうみんなでじっと見たいっていうね。で最近ね、かなこさんなんか市場行ってくれたそうですね。そうなんですよ、もともとすごい行ってみたい市場があって、でもコロナですごいね、感染者が増えてたから遠慮してたんだけど、ついに行ってきました、ね、ちょっとねその動画短いのあるっていうんでね、触りだけでもちょっと見ましょうか。もうシドニーさんちょっと見てください。はいはい、見たい見たい、うん、あーなんか本当にす、あーもうなんか風吹けばなんか飛んできそうな感じで見えればね、ここのセクションは、本当にね注意しないとね、横からも前からもバンバンバイクが来るからね、避けないと本当にすぐ引かれちゃう。暑いね。暑いよね。いいですね。はい。うわ、これとかなんかもう冷蔵庫とかあるわけじゃないけど。そう。これね、買える。買える？オーマイガー！これスパイル！買える？うん。これ生きてるでしょ。あ、これさすがに死んでるかな。あのね、生きてるのもいます。生きてるのいますよね。そう、ポコポコしてる。これ、おいくらぐらいなんですか、これは。これね、これ多分グラ…50バーツですか。1キロだと思うんですけど、90バーツだから300円ぐらい。300円ぐらい1キロね、あ、もう一つぐらい。あ、これいいですね、これタイとかかな。ね、ちょっと赤みがかってる。これ動いてます。あ、動いてるよ。動いてるよ。うん。はい。わかります。すごい新鮮だからね。シドニーさんどうですか。こんな企画をやりたくて、まあこれもう本当になんだろう、20分の3本撮りぐらいで丸々タイで行きたいなと思って。これをみんなで見たいなと思うんですけど、まあ僕ね男だからなのかもしれない。結構ああいう際どい映像も怖いもの見たさで見たいんですけど、シドニーさんとかどうでした今。そう、あ、ダメ、はい、ダメですよ。ダメ、ごめんね。あ、ほんと安全ですか。安全分かれへん、うん、危ないのはかなこさんだけど見てる分には安全だけどね、うん、安全、治安が悪い、ん、その安全ってのは衛生面でってこと？この肉はラップする。うん。はい。
refrigeration 冷蔵庫の中にもっと安全ですよ。うん、ああ、うん、そうだよね。それはあるよね。見える、うん、野ざらしで置いてるからね、うん、衛生面ちょっと気になるっちゃ気になりますよね、うんうん、え、ちなみに真弓さんとかどうですか今の見て、まあ、もっと見たいってなりません？全くメキシコと一緒だなと思って、あ、メキシコと一緒だなって思って、カエルとかもあります？カエルは置いてるかどうかは分かんないですけど、あ、似てる感じあります、ほぼほぼ同じですね。あー、そうなんだ。カナコさん、カエル食べたことある？なーい。カエル挑戦してくださいよ。バラ揚げとか美味しいんじゃないですか？私、多分カエルありますよ。まあ、チキンっぽいんですもんね、味。そうチキンに近い感じですよね、カエルはね。うん、料理されてたらみんな分かんないと思う。うん、ね、でもそうだ、ね、ディープなタイの市場レポートはぜひやりたい企画の一つなんで、はい、これはちょっとあのかのこさんには是が非でも行ってほしい企画です。あ、うん、あ、もう見てて楽しいもん。今のパンダンリーフで岡崎さんがおっしゃってたやつ。ああ、はい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 、あの抗菌作用のある葉っぱだと。なるほどなるほど、ああいう風にして気軽に売ってんだ。わかんない、バナナの葉っぱかな、ちょっとわかんないけど、うん、はい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 、うん、はい、わかりました。さあ、そんなのが一つですね。続いての企画はですね、抜き打ち企画、昨日の残り物。うわー、やだー、絶対や。はい、これはですね、どういう企画かというと、普段打ち合わせするから皆さん用意してくれたネタなんだけど、突然抜き打ち企画で、今冷蔵庫に入ってるものを何か持ってきてくださいっていう企画です。これどうですか？あ、だダメですか？カナコさん、今なんか今持ってきてって言ってくれたら何が出てきます？今ですよ。シドニーさん、何かあります？かな、まゆみさんもなんか今昨日残って、うん、昨日食べた残り物これですって、今持ってきてくださいって言ったら何を持ってくるのか。私、基本的に残り物ないんですよ、うち。作らない、外食もが多い感じですかね。いや、もう食べきるだけしか作らない。なるほど、なるほど。だから、シドニーさんどうですか？チリソース。お、シドニーさん、うん。お、私もなんか。はい、これいなくなる感じっていうのもちょっと、ライブ感ありますね。いなくなっちゃうっていう。絶対ダメ、昨日だって納豆だったからもう。あ、もう何も残ってないですか？何も残ってない、うん、なんかね、やっぱこの企画の難しいのは、何もないと話が膨らまないっていうのは。まあでもシロリさん、なんかあるかな。うちスーパー行ってた。おはい、まだ、はい、まだ残りの食べ物。いっぱいある。え、なに、アンパンマン、はい、それは何ですか？お菓子ですか？キャラメルコーンですよ。あー、はいはい、はい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 、はい、ま、お菓子だ、はいはい。ダメ、ダイエット中だからシドニー。本当だよ、ダイエット中なのに。もう、はい、うん、しょうがない、しょうがない、うん、はい、かわいい。あ、水飲んでみて。いいな。もう美味しそうよ。ガンバンマンね、売ってない、日本のスーパーだけ。まゆみさん、何言ってくれたんですか？パッと持ってこれるメキシコっぽいのって言ったら、うん、このブファロー2本。何ですかそれ？辛いです。お、味料全部チリソースです。とわー、いっぱいあるな。うん、お魚とかで、うん、ああ海鮮とか、でも全般的にかけるやつ、うん、はいはい、バレンティナ。最近私が好きなのが、サラダにかけて食べるこれなんですけど。何ですかこれ？アボカドとからしを混ぜたソースです。あ、絶対そう。で、日本人はすごい好きだと思う。
これは美味しい。これからですね、僕が3つ企画言います。で、その企画は皆さんの中で、ああ、それいけそういけそうなのか、いやー、それはちょっと私はできないわっていうのを教えていただければと思います。まず1つ目はこちら。いつかは行きたいお店。まあ、知ってはいると。いつかはこの店に行きたいんだっていうのをみんなにプレゼンしてもらう企画が1つ目です。2つ目。私のアレンジ料理。これはですね、ちょっとある料理に一手間加えましたとか、まあ、ちょっと創作料理とか、私だけのオリジナル料理をそれぞれ皆さんにプレゼンしてもらう企画。これが2つ目です。3つ目。食べ出したら止まらないメニュー。例えば、僕なんか鶏の軟骨とかコリコリしたやつとかも、ちょっと食べ出したら止まらなくなっちゃうみたいなのを皆さんに、まあ、プレゼンしてもらう企画と。まあ、この3つがあったときに、まずはね、かなこさん、この 3つ、どれがいいですか？一度行ってみたいお店はいっぱいある。いっぱいある。いっぱいある。タイの高級料理の位置づけのレストランが何個かあって、そう、普段ね、あんまり行かないから。いいですね。なんかね、美味しそうな料理見て、いろいろちょっと、あ、これは行きたいなって、予算見て、ちょっと どうしようかなっていう。そう。アレンジ系のやつとかなんか。アレンジ系ね、あんまり自信ないけど、止まらない料理は多分考えたらいっぱい出てくるかな。なるほど。いや、なんかね、まどかさんが前、バナナのぬか漬けやりましたみたいな。やってた。俺やるのかよっていうなんか変化球も欲しいんですけどね、狙いとしてはね。シドニーさんどうですか？前の番組、メラニーさん紹介しました、ヴィーゲン寿司。ああ、はいはい、そこで行きたいですよ。予算関係なく、シドニーさん行けるよって。ちょっと高級レストラン行ったことがない。はい、すぐには出てこない感じか。はいはい。なるほど、なるほど。食べ出したら止まらないとか。肉食べますよ。はい。今は、植物肉食べたいですよ。大豆みたいな。はい、すごく大人気。なるほどね。はいはい。うん、バーガーキン、チキンナゲット、に鳥さんじゃなくて植物の。それだったらカロリーも気にせずにバクバクいけるしってことか。はいはい。はい。そうすると、3番目は、食べ放題はもちろん、バッファローチキン。食べ放題。食べ放題って。でアメリカもともとなんかボリューム多そうだから食べ放題もクソもないんじゃないかっていう気がするんだけど。はいはい、いいですよ。わかりました。まゆみさんいかがでした？私も行きたいお店と食べ出したら止まらないは多分できます。食べ出したら、その2つはやっぱアレンジ料理は難しいのか。そう考えるとメキシコ料理を日本人好みにするみたいなのとかはできるかもしれないけど、その元々のメキシコ料理っていうのをメキシコっぽさを出そうとするとちょっと辛いかなと。なるほど。一度は行きたいは、まあ、何かしらありますよね、それはね。そう言われで、ああ、これも行きたい、あれも行きたいは、まあまあ、それは多分できるだろう。一度は行きたいは、そう、ピンからキリまで。まあ、ありますよね、そこはね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、では、今日はこの辺で、皆さん、さようなら、バイバーイ。バイバーイ。